書きたいことを書いて送ってこいよ、気が向いた時に紹介してやっからさ、そんな殿様商売と批判されても仕方がないコーナーです。東京都府中市メロンイエロー、去る5月13日は TM レボリューションデビュー18周年でしたね。西川ちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。僕は何をやっても長続きしないダメ人間なのですが、中学の時に西川ちゃんのオールナイトを聞いて以来、今もなお西川さんのことが好きでラジオもずっと聞き続けています。ありがとうございます。これからモンスター熟女ミキサーの最新情報を発信しつつ、僕たちダメ人間の道しるべとなっていってください。あと最近話題の元嫁吉村氏が所属するパフィーも同じくデビュー18年を迎えたそうで、そちらも合わせておめでとうございます。吉村氏宛てのメッセージもこちらの宛先でよろしかったですか。違いますそんな大きなお世話だって言われることになるので、いらぬトラブルは起こしたくないです。もう穏やかに生きていたいです本当に。でもね、本当にデビュー日一緒なんですよね。5月13日で本当に。いやいや。愛知県西尾市、新潤。西川ちゃん、去る5月13日は西川ちゃんが TM レボリューションでデビューして18周年を迎えたということでおめでとうございます。ありがとうございます。しかも西川ちゃんの元嫁率いるパフィーも同じ日に18周年を迎えたということで、吉村さんからもツイッターでその報告がありました。しかも西川ちゃんがツイッターで報告したのが、13日当日の8時25分、元嫁は9時30分、1時間遅れでの更新でしたが、これはやはり、元夫婦同士で話し合ってお互いこの時間で更新しようと決めたのですか。違います。ただ、なんか当然こう、つながりがある人もね、うちうちにはこう、いるわけで。で、ああいう機能的にね、まあ、フォローしてると、そこでのやりとりも当然、その人に直接のリプライも、だ当然こっちをフォローしてる後輩と、ね、やりとりされたりとかしてるところが見えちゃうので、何度もこう、なんていうんですかね、おめでとうございますみたいなやりとりとかを見るわけですよ。僕も、一言お送りした方がいいんでしょうかねと思いながら、いや、ここはそっと見守ろうっていう風な一日を過ごしたことは事実ですよ。はい。でもああいうの嬉しいよね。だからこのファンの皆さんのそうですけども、周りのね、そういうこう後輩なんかとかからおめでとうございますとか言っていただけたりするのは、まあ嬉しいもんですよね。いや、だってデビュー当時には考えられないですからね。そんなことを言ってもらえるような仲間ができるなんてこともそうですけど、ありがたいなというふうに思ったりとかしてますが。